ディアトルフ・インシデントは2013年制作のアメリカ合衆国イギリス・ロシアの SF ホラー映画レニー・ハーリン監督1959年にソ連のウラル山脈で実際に起きたディアトルフ峠事件を題材としておりドキュメンタリー映画の制作に乗り出した5人のアメリカ人学生が現地で遭遇する恐怖体験をファウンドフッテージの用法で描く 心理学を専攻するホリーは研究テーマとしてディアトルフ峠事件における遭難被害者の心理の救命を与えられる。取材のために学内からクルーを集めたホリーら5人のチームはウラル山脈役ホラートシャフイルさんの遭難現場へ向かう。一行は道中不可解な現象に見舞われるも何とか現場に到着する。しかし遭難現場でのキャンプ中に突如として だれが発生して、クルーのデニーズは死亡し、アンディは足に大怪我を負ってしまう。救助を待つ4人の前に、彼らを捕らえようと、ロシア軍病が現れるが、アンディの起点で、ホリー、ジェンセン、JP の3人は、山中の扉の奥へ逃れる。そこには、旧ソ連軍の実験施設が広がっていた。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。